伊藤公平は、山形県坂田市出身のプロサッカー選手。ポジションは MF。山形県立坂田西高等学校を卒業後、大学へ進学するつもりであったが、ブラジルサンパウロへ、サッカー留学。帰国後にプロチームの門を叩くが良い返事はもらえず、関東社会人リーグの埼玉 SC に入団。毎年、各クラブ主催のセレクションを受けたが、声がかからず23歳で、 坂田駅教。足箱やスポーツクラブのコーチをし、整形を立てながら、坂田拓、友クラブでサッカーを続けた。2013年、1992年に始まった、山形県サッカー協会と香港サッカー審判協会との交流活動の一環として行われている、協会同士の試合に初参加。その際に、香港側の関係者から、香港で挑戦してみては、 との声もあり、2015年7月に香港、プレミアリーグの機大戦に練習生として参加し、9月に入団。2016年2月18日機大戦は、外国人選手を補強、外国人登録枠数確保のため、登録取り消しを発表。その後はトレーニングのみの参加となり、シーズンが終了した。 2015から16シーズン終了後、港製でトレーニングをしていたが、本契約締結ができなかったため、港会へ練習参加していた。ありがとうございます。